メキシコ湾沿岸にあるテキサス州ヒューストンは、その革新性、伝統、エネルギー及び科学で知られています。宇宙探査基地のジョンソンスペースセンターやメディカルセンターでの医療革新、また世界のエネルギー中心地でもあります。品質とケアにコミットする革新的な製造者である PCCA 社のホームでもあります。広範囲でバラエティに富むクリーム、ローション、ジェルによる高品質な製品を調合薬業界に提供しています。PCCA では人生は仕事の良し悪しで決まると言います。そのため私たちは私たちが行う全てのことに情熱を注ぎ込んでいます。有効成分や添加剤などの原材料の受け取り方法から品質検査、これらの薬物やその他の粉末をどのようにパッケージするかまで、また弊社のファーマシーコンサルティング部門が毎日行っているテクニカルコールもそうです。患者様直接および薬剤師や医師との問題解決のためのお手伝いをさせていただいています。さらに機材製造もそうです。大量の弊社独自の機材製造には IKA のマスタープラントテクノロジーを活用しています。これによりエマルジョンシステムのクリエーションが可能になりました。例えば従来法よりも格段に優れたエマルジョンを製造することが可能になりました。ご存知のように通常のクリーム製造にはジャケット付きの開放タンクに投げ込み式ホモジナイザーを使用して行われます。マスタープラントではクリーム製造条件だけでなくそれ以上のコントロールができるようになります。シェアをかけずに循環することも、または装置に備わっているローターステーターシステムを使ってシェアをかけながら循環することもできます。それにより非常に小さな粒子径が得られ、エマルジョン機能のために追加された成分の効果を十分に発揮させることができます。さらに感触も良好になります。美容のために皮膚に塗った時の感触がとても素晴らしく、弊社の科学者たちもこの機械で作られた製品の出来栄えに非常に喜んでいます。品質に対する我々の要求にこの機械が適応しているのです。だから我々は IKA を選びました。もちろん全ての機械でテストしましたし、検討もしました。その中で最終的にこの機械から出てきた製品の品質が最も優れていました。それは我々のコミットメント、すなわち人生は仕事の良し悪しで決まるに合致していたのです。サプライチェーン全てを通して高い品質基準に適合しなければいけません。そのために我々も含め薬局及び患者レベルに対してまで関わっている全員が信じられないぐらい徹底した品質及び完全性を求めなければいけません。そのために製造者及び供給者が当局による典型的な規制値をあくまで最小値として設定し、それを超えるようにする必要があります。我々の製品品質がとても大切です。このことは単に調剤に使用する設備や装置に限らず、原材料、全ての化学薬品、機材、これらをどうやって製造するか生産するかにも当てはまります。品質が最も重要です。私たちは2004年に IKA のマスタープラント500リットルシステムを研究、開発及び生産機として導入しました。今や研究開発ラボから生産設備まで3台以上のマスタープラントが稼働しています。新製品開発のため、例えばクリーム、無水化合物、ジェル、ローションなど、あるいは既存レシピやプロセスの最適化にマスタープラント100をパイロットプラントとして使用しています。これらの結果から簡単にスケールアップが実現しましたし、生産スケールのマスタープラント1000への信頼性が確認できました。クリーンルーム条件下での製造には
適切な個人保護用具が必要です。製造エリアに入る前に全てのものがヘアネット、ガウン、シューカバーを着用する必要があります。ここには混合入荷システムである IKA マスタープラント1000、500、100があります。マスタープラントシリーズで簡単に WO エマルジョンの生成ができます。 IKA マスタープラントではパウダー、ポリマー、液体を直接 DBI を通してまたは循環ループから吸引混合しプロセスを改善できるようになっています。補助タンクは予備混合または溶解フェーズに使用します。その後 DBI に導かれ、添加剤はホッパーまたはサイドタンクから供給されます。温度は全てのバッチで同じです。温度コントロールユニットがマスタープラントを加熱または冷却します。これらは車内の冷水システムで運転されます。バッファータンクは小分け用の専用充填ルームへ移送するために使用します。製品によってはマスタープラントから30および55ガロンドラムに直接充填します。弊社の作業標準手順にとって機械に 100% クリーンプロセスが備わっていることが極めて重要です。 CIP は弊社の製造プロセスにおいて基本となるものです。医薬業界で必要なのはクリーンであることです。マスタープラントは十分満足できるクリーンインプレイス CIP システムが備わっています。最初から達成しなければいけない目標と要求について IKA と相談しました。 IKA は重要な意見、提案、アドバイスをセールスの前も途中も後も提供してくれました。私たちは IKA チームに安心して任せられるといつも感じています。何か問題が発見されると、その品質的問題点を研究開発チームとともに解明します。確認後すぐに私たちはマスターバッチレコードをアップデートし、スケールダウンテストを作成し、問題が持続しないようにします。機材製造チームにより採取されたサンプルは QC ラボに送られテストされます。このことは多くの確認事項があるため、製品品質において非常に重要です。最も重要なことは機材の詳細な内容が記載されることです。私たちは製品の色味が正しいこと、質感が均一であること、目に見える固形物がないことを確認する必要があります。このことは機材の溶解度テストや粘度テストに影響を及ぼす可能性があるからです。Designed to work perfectly. IKA German Technology.